こんにちは、こんちゃんです。今日は新しい笛の紹介ですね。見た目はですね、見てください。竹 そして丸カン、そして触れたら中毒死する、鉛をあえて見せてる危険な雰囲気 まあ冗談です。そして同リップ、そしてアンノン。はい、ということでですね、ピーン。このね、蛇口笛でね、おなじみのアンノンさんがですね、ついになんかまあ、初心者向けにですね、笛を出したということですね。巻くのめんどくさいってところをすいません、巻いてくださいと。ね。鉛も入れちゃっていいですか？鉛入れちゃってくださいと。鉛見せちゃっていいですか？見せちゃってくださいと。で、三角笛みたいに、丸でお願いしますって言って無理やり丸にしてもらい、どうせだったらって言って、金はお金がないからって同リップになってみたり、そして、これ何頼んだかっていうと、僕んちね、今まで多分動画に出たことないんですけど、てかないんで出たことないんですけど、9本帖しかなかったんですよ。で、今回、プリテンダーを吹こうと思って、僕が持っている譜面だと、プリテンダー9本帖しなんで、あ、じゃあ、初心者にね、なんか初心者に、お懐にも優しいし、初心者に吹きやすい笛を作っているアンノンさんに、まあ、僕用の変態笛を作ってくれって言ったら、すごいの届きました。ということで、プリテンダーです。やばい。なんかこう、一曲吹くためだけの感が多いって、素晴らしいことですよね。本当に。贅沢ですね。じゃちょっとね、やってみたいと思います。はい、プリテンダー感ね。プリテンダー感はね、まあ、変態モデルらしいんで、ちょっと仮吹きらしいです。大寒好きなんかな。めちゃめちゃ大寒になるな。はい。まあバランスはいい感じですね。よし、じゃあ実際吹いてみましょう。プリテンダー！プリテンダーやもん。めっちゃ可愛い。安納さんね、レーザープリンター持ってるからずるいよね。レーザープリンター持ってるもんね。ずるい。レーザープリンター持ってるのはずるい。ということでね、プリテンダー。かっこいいね、でも。竹のレーザープリンターってね。じゃちょっとやってみたいと思いますね。行きましょこの方から。
いい感じ。すっげえやばいっすね。いいな。まあ、あとはちょっとバランスのね、バランスの慣れだけ。まあ、基本的にガンガン吹いていいと。多分ね、これあの、この7の指だけ、まあ、あの、弱く吹いたら音程合うぐらいの感じで調節してると思います。まあ、このね、7の指ってね、正関節さんによってね、高めにしたりね、低めにしたりして合わせるらしいんですよ。で、なんかぴったりで合わせると、なんか、鳴りが、この音量とのね、兼ね合いらしいんですよ。あとは大体仮吹きで。で合いますね。OK。じゃあ、行きましょう。ちょっと、今からはですね、アンノンカン、あ、じゃあまあ普通の曲とか吹いてみましょうか。っていう感じです。で、実はちょっとこれね、ここにね、頼んで悪いことしてもらってて、いや、あのドリップが悪いことじゃなくて、ちょっとあの前ね、僕ね、講座っていうか、あのフルートのね、人のね、動画見てやったんですけど、ここをね、ちょっとね、音がね、あの風域があんまり入らないようなシステムでしまったんですよ。メリ吹きで吹いたらなんと8本で合うというね。で、あの、アンノーさんの一応そのコンセプトとして、あの、これはね、僕のね、あの、まあ、特別にしてもらったんですよ。僕はやっぱあの、息がどうしてもね、強く吹き込みたいタイプなんで、あの、仮吹きの方が全然大丈夫っすよって。で、まあ、あの、仮吹きでね、まあ、ガンガン吹き込むタイプと、あとちょっとこの歌口のところ、まあ、また、もしあれだったらアンノーさんにね、共有してるんで聞いてください。この歌口のところをちょっとね、ちょっとしてもらって、
で、仮吹きやから、なんと、9本でも8本でも、まあ、仮吹きで9本、メリ吹きで8本みたいな感じになって、で、おそらくその安納さんが目指している忍笛は、これはメリ吹きで吹いた感じが、合う。合うやつだと思うんですよ。メリ吹きで吹いた方が合う感じにしてると思うんで、今の音色が多分安野さんの目指す方の音色と思います。だから、安野さんなんか初心者の方のが綺麗に鳴らせるみたいなのを目指してて、だから、音もこの、やっぱり初心者の方ってメリ吹き気味になるから、おそらくこれまあ本当はもうちょっと調節したらすぐ8本にもできるから、まあちょっとこの8本調子で安納さんの感を考えてるなっていう方向けのあれでもしてみます。いきますね。そしたら例えば、間違えた。この曲難しいな。ファーにね、シャープがね、シャープだってナチュラルだったりするんで、まあまあちょっと慣れてきます。はい。ということですね。8本上しても9本上してもなると、やっべえ笛ですね。9本でいくと。すごいな、もうさ、器用だな。すごいいい感じに仕上がってる。で、値段とかまたね、そのもしあれだったら、ツイッターのね、安納さんの URL 貼り付けておきますんで、
これで調べてみてください。なんか初心者にも求めやすくて、まあ竹の色とかはね、なんかこれ竹色。なんかいろいろね、選べるのかな？そうです。薪はね、なんかね、薪があればあるほどちょっと高くなっていくらしいです。まあ普通は多分天地薪かな。なんか僕のなんかね、ちょっとゴージャス仕様、ね、恐ろしいゴージャス仕様にしてくれて。で、なんか、ここを、なんか言うてました。なんか好きに巻けばみたいな。好きに巻けばって言ってました。だから例えば、ですよ。ちなみにね、これね、段ボール届いたんですけど、なんかね、仕掛けがしてあって、これ、笛筒になるようになってました。すごいですね。なんかこんなんでね。めちゃめちゃ器用ですよね。なんか、鉛が見えるのが気になるんだったら、ここをテープで巻けばいいみたいなことをおっしゃってましたね。そしたらアクセントポイントになるよみたいな。それはそれで面白い、ね。らしいです。はい。ということで、今日はね、なんと、アンノンさんがですね、これ、いや、でも、美しすぎないっすか？アンノンさんがね、そろそろ本気で笛を作り始めたんで、まあ、ちょっとね、気になる方はね、なんか、まあ、そんなにね、本業でやってるわけじゃないんで、あれなんですけど、かなりいい感じです。多分、普通はこれ、激カリ感じゃなくて、みたいな感じで、まあ、こんな綺麗な音が出るぐらいの感じで調律してるんだと思います。ということで、今日はね、まあ、そんな感じで。そんな感じで、どんな感じだ。アンノンカのね、プリテンダーでした。またこれ使ってね、ちょっとね、プリテンダー仕上げていきたいと思うんで、よろしくお願いします。じゃあ今日はね、こんな感じでね、こんちゃんでした。ありがとうございます。